ヒラノ仕とキングプリンスの高橋海人、コミュニティとエンターテイメントの新たな波、多様性と豊かさの舞台裏に潜む物語。数週間にわたり、ファンの心をワクワクさせてきたのは、ヒラノ仕さんとキングプリンスの高橋海人さんの驚きの展開です。彼らのパリでの冒険は、エンターテイメント界とファンのコミュニティに新たなエ吹キをもたらしています。 ヒラの仕さんがルイヴィトンとのパートナーシップを発表したことは、彼のファッションアイコンとしての地位を強化し、ファンの間で熱狂的な反応を引き起こしました。パリのシックなオフショットは、エフェル塔の背景に生え、SNS 上で数え切れないほどの美的賞賛を浴びています。これはただのファッションの一瞬ではなく、異なる文化と民意識が交わる瞬間の象徴と言えるでしょう。ナンバー、愛のファーストシングル、ゴートの成功は、 グループの進化を象徴しています。楽曲は独自のメッセージを持ち、ビルボードジャパン総合チャートのトップに立つなど、国内外で注目を集めました。この成功の裏には、多様性と豊かさへの新たなアプローチがあるように感じられます。特別版の、ボート CD リリースは、グループのアートとメッセージにさらなる深みを与えます。強烈なヒットホットヒットとしての期待に加えて、別ブルーレイとジャケットが付属することで、 ファンはより一層グループの表現力とクリエイティビティに触れることができるでしょう。一方で、高橋海人さんのダンスビデオは賛否両論を巻き起こしています。RIEHATA 氏の振り付けは見事であり、ジャック・ハーローの曲に合わせた高橋のダンスはファンを圧倒しました。しかし、一部のファンは公開タイミングに疑問を呈し、コミュニティ内で RIEHATA 氏に対する議論が燃え上がっています。 この論争は、アーティストとファンとのコミュニケーションの複雑な側面を浮き彫りにしています。さらに、ネット上で平野耀さんと高橋海人さんの関係についての噂が広がり、高橋が否定する中で混乱が広がりました。これはファンコミュニティ内で対立を引き起こし、不必要な比較や意見の相違が生じる原因となりました。この混沌の中で、グループのデビューシングル、ゴートが注目されています。 メンバーたちは過去への感謝を示しつつ、新しい楽曲で未来への一歩を踏み出しています。滝沢秀明氏も彼らの覚悟と自信を強調し、ファンとの絆を大切にしながらグループの新たな段階へと進んでいくことでしょう。2023年はグループにとって激動の年となりましたが、彼らはファンとの結びつきを大事にし、未知の可能性に挑戦していくことでしょう。新しい局面が待ち受けている中、 彼らの冒険はまだまだ続きそうです。